今回一つだけ報告しなければならないことがある。舌を噛んだ。今回だけしゃくれてしまうかもしれないということを許されたい。もうね、喋れば喋るだけ国が嫌いよ。これをかばいながら実況をしなければ、いやこれ完治に多分3ヶ月ぐらいかかる。うわぁ、今年をまたぐってなるのはさすがになということなんで、この中でも頑張りたい。ええ、頑張りたい。空元気とも言わないし、無理をしているとも言わないが、しゃくれるね。さあ、ここ一体何なのか。体育館ぐらいの大きさあるんですが、ここって、ああ、そうだ。そう、目的を確認しなかったですね。ここ見てください。ほら、これだ、これだ、これだ。ほら、置いて、しまった早く!よし。出た。お、爆弾も一個残ってるじゃないか。で、流れで、時空石。そうすると、ここ一体過去に戻ります。そこの目の前の装置は一体何なんだい?カクカク。うわぁ!くそ、危ねえな。一回ちょっと説明を聞こう。パタリロちゃん、お前何者だっけろ。これはラネール連石場の人間砂漠。三つの暗号を入れないと絶対に開けられない仕組みけろ。このめちゃピコ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 言ってんな、これ本体な。ほら、先ほど爆弾でこじ開けたところ、あそこにもう電源装置が眠ってると。さあ今から探しに行くぞ。ディラバス!口が嫌いよ。めちゃくちゃ口が痛い。セバスの荒行きやってたから。そうか、スカイロフトからか。やってみてあれだけど、口内炎、これ舌先はだいぶえぐいな。もうお腹も減った。ここに時空石、いや、そこだったか。しっ、これは、鎮火、わし、火花ついててもリンク缶ポケットに入れてしまう。ここじゃ。これでそこが時空石なんだろ。一回ちょっと姿を現してみろよ。違う?あ、ここか。一回置いて、離れて確認しよう。ザリガニさんは火の負の二人。あれ?あ、違う、真ん中よ、真ん中よ。ここは問題ない。そこだよ。転がす方がいいか、投げる方がいいか。届け!よし!で、ビートルくん。いや、パチンコでもいいか。パチンコ。右のがすぐ回復してしまうかもな。回復というか、過去に戻って僕たちの喉元に切っ先を当て、いけ!これも出てきた。いやいや、まだダブル。ここら辺一体が過去に戻る。過去に戻ると、あ、なるほどね。今生体だったザリガニさんが赤ちゃんになるってわけだ。過去に戻るわけですから、時間が遡るわけですから。うまいことできてんな。そこに宝箱があったのは確認した。その発電装置ちゃん、過去ザリガニ、ね、あいつな。やっぱ戦ってみてわかるが、電気背負ってるやつがもう戦う意味もない、意味をなさない。しかしやるしかない。で、とどめ。よし、いいね。島パン、ゼブラパン、今気づいたぞ、あいつな。遅いね。よし、宝箱。敵がいるならば開けずと心に誓っていたが、ゴルピーを拾いました。敵を倒したならば開けてよし。ここに、あ、うわっ、戻ろう。よし。いやー、後ろ向いてるだけ、後ろ向いてるだけ。よし、ビリビリ危ない。一体全部倒したんじゃない。で、この過去ザリガニちゃん、過去ザリガニちゃんを、いけ、そこ、危ない。あこいつなんだよな、奥にいるんじゃない。バレて帰る。こっちまで歩いてこれんのか。お前の足腰、俺が見てやる。よし、
危険排除で、これさ、剣でちょっと転がせるよね。恥ずかち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 、キーやっぱりここ持ち上げなきゃいけない。でちょっと放電しなさいよ、ほら。あ、発電所あった、ありますね。これこれ、ごめんね、任務のためだ。早くもうビリビリして前に進んどらんのよ。ああ、もう今一瞬、あ、ビリビリしてる。はい、マッサー装置、そうそうそう、マッサー装置、はいはいはい、行かないで。で、ほらこれでここね、乗ると開くんですよ、ほら。あれ、これぶち込む、なんかあれじゃなかったっけ。あ、二ついるの、二ついるの。これで乗る。ああ、もうやばい。ああ、待てや、ちょっと、え、これさ持って、ごめん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 、いいか、待て待て待て、これ乗ってこう転が、そういうことや。ああ、まいちゃん、ああ、うな、くしゃ。くさい。ここじゃ。行くぞ。一個でいいんでしょ。なあ。放電し。しししピリ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 。こらー。で、ここまで来たら、し。はいちゃん、絶縁体能力。は持てばいいんだけどね。一番安全な方法で行こうぜ。ほれ、ほら、よし、あと押せばいい、あと押せばいい、あと押せばいい。それが最後だ。行け、行った。よし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 。吸い込まれていったわ。機械の一部として永遠とその役目を果たすがよい。これでようやく電源装置の、わーわー、キャロちゃん。これで刺すんですよ。刺してキキキキキって回すと押し込む。すごい楽しい。稲妻、いいですね。25分、ここまで25分、やっと1個。確かね、あっ、あっちにあるじゃん1個。ペリカン、そこは簡単に済みそうだけど、待てよ、地図を見よう。ほら、ここで、のろし使おうぜ。ここ大丈夫。ここ大丈夫。こんな感じか。ひとまずは、いいね。いや、ペリカンやだなぁ。お、降りるのはよし。降りるのはよし。ここ全然歩ける。歩ける。歩ける。よし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 。わかるじゃん、いいね。で、一回回復すれば、ここぐらいの距離だったら、若干道が違えど、ほら、いけるって寸法や、ほら。一回落とし。はぁ、やばいね。ちょっと離れたいね。これぐらいだったら大丈夫だね。危ないね。ジグ石。さあ、呼び覚ませ。過去の記憶よ。お？長い眠ってるんだろうね、きっと。爆弾は7個あります。スリーポイント決めてやろうか。えい、やだ、拾いたいけどな、あれもったいないから。よし、一つ、ここが当たりだと思うぜ。もうやっぱりな、いいじゃん。一つ目が手こずった分、二つ目カバーできましたね。差し込み、回し、押す、起動。お、天気予報みたいだね。さあ、残る一つは、あそこっす。こっからじゃ見えないか、見えづらいか。あ、あれ本物のやつ。こっちな。体育館に行きましょう、今から。
と言っても体育館の行き方ってさ、こっち左回りだったかな。そう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 。こちらから、ここもね、過去の遺跡がありますから、下に。ほら、落ち込まないところもあるんですよ。ここ山間で行けるぜ、多分。いや、やめとこう。おう、まっすぐ行けるようだね。一回回収しておこう、ここら辺の。俺。ここ。ここ。こんな感じ。よし、行こうか。下校だよ。俺たちはもうそんなもんではビビらないぜ。こっからまっすぐ。草も生えてる、わかりやすい。ほら、抜けた。もう抜けた。で、あと体育館目指すのみ。ね。一つ目が体育館ぐらいの大きさって僕説明したと思うんですけど。ここはなんだ。え、なんかある。じじじじ言ってる。あ、セミだ。セミだった。砂漠にセミがいた。やば。やば。怖っ。うわあ、タンブルビートか、お前。やば。あ、ショートカットがあった。これだ。ほら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 。これをね、そうすると、ここって地味に、最初に降り取ったところなんで、降り立ったところなんで。あ、セーブポイントもあるじゃん。ここから入れるね。一回セーブ。よし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 。じゃあお邪魔しようか。どれ。難関とされるの分かってんだよ。お、閉まるかと思った。うわぁ、和訳そうだぜ。すでにさ、ここを最後に残すって、まあ、粋なことをするよな。沈まないところもあり。うわぁ、ジャンプ骨切り肉たちよ。待てよ、まずは、あれじゃね、うわぁ、足が速い。ここ、入る。大丈夫。で、掘れるけどな。掘れるけどな。奥進もうか、奥進もうか。ここら辺まだね、多分違う。植え込めてない。植え込められ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 てないというのは、時空石が固まった石はまだないということだ。ある！そこな？じゃあ、ここより、今より、いきますよ。大胆なことしますよ、僕は。フックビートルくん。行け！あー！遊んでな。はい。そうすると過去に戻れー。よし、赤ちゃん。さてと、ここから発電機械っていうのはさっき応用できましたが、いや、あるね、あそこあるね。あれ、持ち上げて段差があるよ。えらい凝ったよ、そこの見張り。わ、歩かないなこいつ、賢い。まずは下歩いていくか。そうだな。お、え、こっち。登って、登って、こっから見下ろして、で、やり込む。お前は消えてもらおう。倒しづらくなってるぜ。確かにゼブラのはやった。ハブね、落とす。落とせなかった。よし、で、こいつを運ばなきゃいけないね。あ、フックビートル君でいける、もしかして。おいおい、天才か？天才なんよ。あっ、よし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 。ね、いつ電池が切れても大丈夫なように、ここね、通っておく。足場があるところ通っておく。で、ここで見下ろし、下ろす。良いね。さあ、あとは僕たちが登れば良いだけ。そこに向かえば良いだけ。フックビートル君マジやるな。てか、なんでさっきフックビートル君でできなかったっていうのはもう言わない約束にしよう。今気づいたのだから。今僕たちは進化したのだから。ここな。さあ、あ、なるほど、ザリ。おい、待てよそれ。うわあ、ザリガニさんを乗り物にしていくんだ。あ、こっち来いよ、来てみろ。え、ピュ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 ってなってるはず。爆弾をあいつら当て込むと、一回沈むよな。沈むよな。気絶した時に叩き込もうぜ。ちょっと遅かったかな。ゲゲ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 ゲ。よし、生身にぶち当てろ。オッケー。で、その時その時、早い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 。あっ、あっ、うわ。これさ、ちょっと早いけど、ここまで。ほら。
ちょっと横着できる。樽があるけどね。来た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 。しっ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 。気付け。読んだ。で、そこ行くん？これ無理か。気づいた。で、投げた。いい場所よ。で、爆発タイミング。素晴らしい！だと乗るだけ。ちょっと待ちすぎたかな。よし！よし！え？あれ？しまった。待て、落ち着け。当てるな、当てるな。そこの時空石から、またもう一回戻せばいいんだ。ビートル君あそこまでの距離からここに届くからな。で、一回、ほら、過去に戻す。手順が逆だったようだ。いいぞ。ゲッチュー！ビートル君押し込め、押し込め、押し込め。無理やり押し込め。押し込んでしまえ。おっしゃー！で、あとは、乗る。恥ずかしいからちょっと放電する。つく。よし！あー、今回うまくいった。早かった。ふぅ。さあ、これで、もう大丈夫か？うわ、敵いた？敵いた？いないか？大丈夫？宝めっちゃあるじゃん。刺し、回し、押し込む。稲妻、水から来ての炎。三つのシンボルが、これにて、完成しました。ごまごまだれ、魔物の角笛。お前はルピーかい？お前はルピーかい？コルピー。戻るのも一苦労だよな、とかって思ったら、帰り道も怖いで、危ないで、宝箱。そうだ。素材でも何でもいいよ。盾とかもな、強化していかないといけないからな。あ、危ない危ない危ない。うつけ。入ります。さあ、ちょっと危なっかしいですが、過去に戻そう。読み解かねばならないからね。ここも剣を押し込んでってことなんですが、暗号まず先に解読しておきましょう。水は左、雷は真ん中。簡単かもしれないよ。ここ9時合ってる。で、次炎。炎が一番奥だ。ここね、合ってる。で、雷が12時の方向。これでどうだい？よーし！とてつもない爽快感が僕の喉を走る。ひた走る。さあ、入れよう！バームクーヘンみたいな。バームクーヘンみたいな色してやがる。お前な、大口開けてるね？出やがったぜ。お、ごまだれすら言わないだと？なんというやつだよ。これ手前に、あ、鳥さんが見えたのは気のせいか。ろうそくすごい。じゃあ行きますよ。やっと着きましたんでね。